ていくらですか。あ、チャーシューください。はい。肉屋の経験から中華に入って。肉は全部わかる。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。おいしいね、スープね。やっぱ昔の味だよね。ラーメン屋さんだと思う。はい、失礼します。ぶれないね。自信を持って、世界に自信を持ってやって。はい、どうぞ。中華そばっていう昔の味知ってるから、それで少しずつ進化させて、昔もっと本当にはさっぱりだけど、はい、その中でもちょっとコク出さないとねみたいな。そうじゃないと飽きちゃうのね。またもう一回来ようっていう気になるラーメンを作ろうぜ。これが昔のラーメンですよ。おいくぼラーメン、こういう感じ。住んでる感じ。毎朝手作りです。そうですね、全部仕込みから全部手作りです。あ、もうそうです。キャベツとかひき肉とかニラ、まあうちあたりは玉ねぎとか、甘みを出す。それであとはニンニク、生姜とかしてる。のみですか？豚。豚です。これ今日売るやつ。販売用と内で使う用また別なんですか？別なの。お肉屋さんじゃないですか。中華の経験もあったんですか、料理の。中華。逆。逆。肉屋の経験から中華に入って。中華に入って。だから肉は全部わかる。自分で全部学んだんですか。そうそう。そうで、見よう見まねで。ね、お兄さん夫婦のところ。ああ、やってたんです。自分でもね、肉屋もやって、ラーメンが好きでラーメン屋になっちゃって、ね。好きで始めたんですか。そうそう。この肉のことは 100% して覚えてるからね。このラーメンの出汁だってもう自分のところでこういう中華屋さんのうちはおろししてたんですよ。そういう段階で自然にこうちょうどいいから分かるわけよ。こんにちはこういうの使ってるとこういうの入れるって。松丸って本店があるんですって。昔今はないけども、そこが中華料理屋さんやってたので、そこで手伝い行ったり、仕事の習うためにそこ手伝い行ったり、で上で手伝ってコックさんと会話したりしてたから、だからもう仕事しながら覚えてったわけね。ここは支店だったんですか。そうそう、支店全部なくなっちゃって、ここだけ記者のこと。本店は親父さんは亡くなって、よりも研究したよね、うん、10年ぐらいね、2人で店を出した時は2人だから。昔ながらの中華そばはどういうのかっていうのを頭に入れて研究っていうか、中華そばっていう昔の味知ってるから、それで少しずつ進化させて、昔もっと本当にはさっぱりだけど、はい、その中でもちょっとコク出さないとねみたいな。そうじゃないと飽きちゃうのね。またもう一回来ようっていう気になるラーメンを作ろうぜ。でも手作りだから毎日一緒ってわけにはいかないけど、でもうまけりゃね、美味しければ。やっぱ要するに食べに行けないじゃないですか。忙しいね、顔も知ってるし、はい、近所のところにね。だからあんまり食べ歩きってのよくする人いるけど、一応あんまりしなかったよね、うん、食べ歩き。何の骨を使ったらどんな味が出るって肉分野だったから知ってるから。この豚のみ、バラ骨ね、背骨とかね。レシピはだいたい鶏ガラ、豚ガラ、煮干しぐらいだね。 あとは根野菜ちょっと使うぐらいでね、いっぱい入れて匂いを出してるっていうか、うちはその匂いはない。あ、煮干しの風味はないと。ないない。荻窪のラーメンってどっちかっていうと煮干しがかつぶし使ってる店が多かったですね。
蕎麦屋系のラーメンが多かったから、かつ節とかサバ節とかそう使ってたところが多いのよね。蕎麦の方が若干入ってると思うね、この関係がね。今年で39年。町の中華屋さんってこの辺にも結構ありました、うん、ありましたよ。15軒ぐらいあったんじゃないの、この一角に。その駅からもうこのバス通りと10軒かそこらあったと思うよ。ほとんど飲み屋街だったから。今高いビル建ってるみんなあれ飲み屋さんの一角、全部そこの中に飲み屋さんもある、食べ物屋さんもある。あの新宿の正面横丁ったんでね、あんな感じだった。バーがあったり焼き鳥屋があったり食べ物屋があったり洋食屋さんがあったり全部。それなくなっちゃったんですね。そう、あのビル建つんで区画整理されるんでね、みんな立ち退きで。そうです、消防が許可しなくなったんで、火災が起きることあるから。やっぱこうチャーシュー売れる。売れますよ。年末作ったね、半端じゃなくて作ってるよ。年々増えてるね。昔の肉屋の作り方なんですよね。だから一度食べたら忘れられないっていう形でね、お客さんがくれに買った、美味しかった美味しかった。最初は小さいんでいいって言ったら、うちはそんなに食べないから。だけど食べちゃうとね、今度自分の口に入らなくても大きいのちょうだいってことになってくるよね。で大きいの食べちゃってなくなったから、今度はこれ2本ちょうだいってことになってくる。その部位によって大体このくらいのサイズだよね。肉屋さんから比べると私はもう60年から収穫してる。お肉もやって、兄弟でやってる。兄弟だから、隣は向こうがお兄さん。兄弟でやってるとこないし、ここ物事はね一つもないし、教習の街角ラーメン、街角ラーメン TBS の何ていうの、はい、特番で。それが最近だね。まあ、やっぱりなんだろうね、なんか魅力があるんだよね、このラーメンの、うん、スープがね。もう息子もできるから。素晴らしい。もう息子もほとんどできる。わあ。じゃあ日曜日はね、家族があるんで。あとはでも今コロナだから、もう狭いでしょ。移転してからっていうのもあれなんで、交代でやってるような感じ。そうです。長いから信用できるからね。もう始めてから40年ぐらいでね。そうですね。小学校ぐらいの時に遊び来て、お小遣いが欲しいからお小遣いもらう。本格的に店やったのは20年ぐらい前かね、25ぐらいの時じゃないかな。カントノーリやってからずっと。だからスムーズに入れる。大きなところで働いてたの。やれとは言ってないよね。やれと言ってないけれども、ね、やろうって気持ちがあったんだろうね。だから調理師学校で調理師免許取って自分で進路を決めたんじゃない。多分そうだと思いますよ。いや世間の空気吸わないとやっぱりダメですよ。それが一つの勉強だからね。人との触れ合いとかね、調理場の触れ合いとか、そういう厨房もすごく綺麗でピカピカで。でもだいぶ傷んでるよ。ずっと同じやつを使ってる感じですか。そうそう、まあ、フライパンとかそういうのダメになったけどね。広さに合わせて作ったから、でも来てって言わせもいかないんで。大体お年寄りから外で仕事してる人たちが小学生とかね、小さいお子さんも来ます。安心してチャーハンとこれ食べさせる。やっぱりほら今の流行りのラーメンじゃないから、昔ながらの中華そばだから飽きないんでっていうようなスープの作り方だからね。うちの子はよそって食べたらあんまり食べないからいいわっていう、お父さんとお母さんがたまに来るんだけど、そのぐらい全部食べられちゃったなんて、でもう一つ作ってくれますかとかね。女性一人でも全然来ます。一人でも来ますよ、会社のね一緒に。いろんな中華屋さんに肉を卸してたんですか。卸してた。杉並区域ではほとんど行ってたね。6時最低4時間にないと出ないね。大体11時半に開けるのね、6時ぐらいから煮込めばお昼に回る。それでまあさっぱり感じの出る。夕方になるとまたずっと煮込んでるから今度は濃くなるよね。と夜の飲んできた人がちょうどいいかタイミングになる。前日のやつは使わずって感じで。ほとんどなくなっちゃうから。はい、どうぞ。
が昔のラーメンですよ。荻窪ラーメンがこういう感じ。普通のチャーシューはバラじゃないんだね。松丸ラーメンにだけ作り方でこれで皆さんこっち食べちゃう。分けてるんですよ。やっぱり肉屋だったから。ほとんど 99% ももだ。そうですよね。お肉はこれ一番美味しいから、このバラ肉でもここのところが一番美味しいんですよ。このロースとバラのところは、それが4枚ぐらいのバラが一番美味しい。チャーシューを作って。このうちは肉屋だからいっぱい好きだけと取れる。自分でカットしてるから。これからこのチャーシューの値段つけたり、あとまあ野菜刻むぐらい、卵出したりなんかいろいろ細かいこともある。あと掃除ね。アルコール消毒。一回服着きます。この仕込みとかっていうのは本当6時から来てるから、ある程度。スープが一番時間かかります。そうですね、これスープがね。これ全福寺にあるから、花見でね、昨日の子すごい人だったね。遠くから来る人もいるんですよ。いますいます。一回食べて欲しかったからって言ってね。あと転勤になっちゃった人もきっと来ますよ。雨が一番難敵なの。うちは全体的にこういう店もそうだけどね。近くにラーメン屋さんとか結構ありますけど、売り上げとかやっぱり影響あるんですか？多少お客様は移動するよね。でも食べて帰ってください。楽しくできるとうちのお客さんはラーメン行くのよ。それで教えてくれ。でも食べ物好みだからね、こればっかりは売れないね。自信を持って、世界に自信を持ってやってそうじゃないんだって。この辺はねサラリーマンの人多いでしょ。会社があっちこっち行った、あっち行ったらこうしちゃっちゃう。1年2年でお客さんがガラッと変わるのよ。例えば東京に来た時に寄ってくれるとありがたいです。来ますよ。おじさん覚えてるって。今から15年ぐらい前だけどって九州の方から来て、ハワイの方から来たりね、ブラリ旅がね、ハワイに映った人だね。テレビで映った。わざわざこっちに来た時に見たよ、見てっつって、うちにラーメン食べに来てる。で東北の方の人たちも来るのね。テレビで放送されると。今いい世の中になったのかね。調べればすぐ分かっちゃうからね。息子さん中華料理修行行ってるじゃないですか、ええ、あっちでも一応スープの作り方とか教わってる。中国料理のスープとこっちラーメンスープって全然違うからね。お父さんが手を加えて変化していったやつなんです。そうだね。ラーメン屋さんだけど7軒ぐらいあったからね、はい、あそこのところに1軒、その奥に入ったところに1軒、手前が1軒だ。台湾ラーメンとか、上の食堂ね。上の食堂でチャーシューの作り方やった。有名でみんな見てるみたいね。まだ反響あるよね。再放送とかあったりしますか、ね、うん、結構ある。そのタイミングがあった。そうチャーシューってね、ラーメンだけに入れるだけじゃないしね。このチャーシューはいろいろに使えるの。これはサンドイッチに使う。チンしてサンドイッチにちょっと厚く切って、からしとマヨネーズとか塗って食べる。すごく美味しい。だからお客さんが大きいのちょうだいって言うので、余ったらこれカレーライスにするんだって。めっちゃうまいんですよ。妻のラーメン食べてこれ買って帰るの。青山からタックルの男の人で、カレー柔らかくなっておいしいな。1週間ぐらいしか持たないから、そのぐらいちょうどカレーライスがちょうどいいんだって。知識術は投資で、もうスープが終わり次第早く8時か、はい、そのぐらいで終わってくるね。11時半まで昔からやってたよね。大体みんなそういう風に働くんですよ。みんなそうよ、はい、6時から11時、はい、いや働いたね。昔はそれが当たり前だからね。これのラーメン屋さん12時か12時半1時まで、うちが早いぐらいだった。これ子供育てるって時は日曜日休んでた。で、ある程度ね、子供に手がかかんなくなってから時々休む。お盆休みもするし、用事とか疲れた時とか休むけどね。ほとんどせがれが1週間、回ってるからね。息子が一人で回ってるからね。そのカウンターだから出せるのね。これがテーブルだとそうはいかないでしょ。なんで行列してて一人でやってんのって思ったけど、あっという間に出るから。そばは伸びちゃうでしょ、はい、ゆっくり食べてると結構早いのよね。もう慣れですよね。体は自然に動いちゃう。若い人はできるよったらもう無理。野球やってた。そう、中学まで。息子さんもリトルリーグだった。だからほら、うちの子供たちがやって、幸男さん、野村幸治、あそことやって試合勝ったんだよ。朝からだって車出したりしなきゃいけないし、ね、だからその時は日曜日休みだった。開けるか。
大体大きさなんですけど、今ここにあるのがこれが一番小さくて1900円、これが2470、2250円です。真ん中でいいですか、はい、はい、おいしいね、スープね。なかなかこういうスープがだんだん少なくなってきてるから ねやっぱ昔の味だよね、ラーメン屋さんはかまだ、まだ残ってる、残ってる。私ってアメリカに40年いた人で、入ってきて5年になるんだけど、でラーメン大好きなの。こんな美味しいラーメン、ニューヨークでもなかったし、松原さんなんか若かったら、アメリカ行きましょうって言ったので、こんな美味しいのができたら大変だわよ。歩いて行けるとこ全部ラーメン屋さんもあった。松原さんの美味しい。ありがとう。雨だから今日はね、出が悪いよ。いつもは一気に埋まる感じですか？3回転ぐらいです。大体11時半頃から、場合によっては並ぶよね。結構お客さんにチャーシュー見て食べてうまいって人も多いんですよ。普段だったら今頃はなくなってるぐらいね。いらっしゃいませ。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。セット3000円になります。あ、チャーシューください。はい。
どうします？一番これが大きい。ありがとうございます。ありがとうございます。